こんにちは、A です。ついにこちら挑戦していきます。まだ初見です。この LR イベント、コンティニュー不可。そして、調教師のキャラクターだけで挑め。しかも、独感覚醒5のキャラクターだけだね。一体どんなステージなのか、マジで楽しみです。まずステージ1番、伝説への挑戦いきます。まあ、パーティーの方はこちらです。まあ、前回の動画でご紹介した通りなんですけども、これでいきたいと思います。レベルとかマックスにはとりあえずしてません。まあ、この戦いを見てね、ちょっと、レベル上げたり考えようかなと思っています。サポートアイテムの方はセンズデンで、エンマ、お化け。こちらでいきたいと思います。え？重くない？あ、おぉ、来た来た来た。おめえか。オラと戦いたいってやつは相当腕に自信があるみたいだな。行きましょう。音楽そのまんまなんだね。よしよしよし。じゃあ気力コースで行こうか。うわー、どんな感じで来るんだろう。あ、まずねステージ1なんでそこまでじゃないと思うんですけど、16号でガードしてって感じかな。やっていくんだったら、オッケー、挑戦だ。あ、これ一体っぽいね。もう2本あるからね HP。 じゃあやっていきます。まあ、ちょうどよくこのままでいくか。必殺技打ってから必殺技封じ。はい、これでいくか。で、まあちょっと木玉の整地して、これでいきましょう。あ、撃たれたし。あー、オッケーオッケーオッケー。これはいけるっしょ。で、今、まあ、必殺技封じてんので、必殺技打てねえかな。あ、打てるか。じいちゃんで打とうか。ここも必殺技封じ。ベジータを、あ、無理。ベジータ無理だった。そう、この辺でいっか。よし、二体攻撃かよ。まあでも必殺だね、常に封じてるので。これでいいかな、これでいいんじゃない。じいちゃんがどのぐらいガードできるか。1万7000か。うわ、やばい。これはちょっとやばいな。あれ、必殺技封じてるよね。オッケー。こっちで行こう。これでまた封じていいかな。OK。 あ、ここはちょっとこのステージは問題なくいけそうですね。こっちで行くか。
はい、封じて OK。 ちょっと地味に粘るねこれ。うわ、どんぐらいだっけ、さっき回復した方がいいよな。回復ここでもう一回必殺技封じて、いいか。いや、先頭2個だけで行きたいな。やべえ、危ねえ、マジか。これはやばい。使わないと。使おう。こっちで行くか。だから無駄に回復使いまくってたな。どうでしょう。この次のターンぐらいかな、倒せるとしたら。あ、いける？あ、いけない。OK。よっしゃー。お、初回ドロップの分ね。よし。おめえもそれが全力じゃないはずだ。今度はお互い全力でぶつかり合えるところで戦おうぜ。よし、まずステージ1クリアす。こいつですね、スーパーサイヤ人孫悟空 SSR 初回ドロップです。リーダースキルの方が全属性の記憶プラス1、必殺技の方が特大ダメージ。まあ、リンクスキルこんな感じですね。いいよな、受け継がれる石。はい。おお、本気への戦い来ました。ということで次回もう多分すぐ上がると思います。こちらのねステージ本気の戦いやっていきますんで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。